日本人初。宇宙へは、1990年に TBS が行った TBS 宇宙プロジェクトに関連したテレビとラジオの特別番組。TBS は創立40周年事業として宇宙にジャーナリストを送る宇宙特派員計画を企画。1989年3月に TBS がソビエト連邦宇宙総局に1400万米ドルを支払い。 宇宙飛行士登場に関する協定を締結した。宇宙特派員は、社内選考から TBS 記者の秋山と博が選出され、ソ連での宇宙飛行士訓練を経て、1990年12月2日に秋山が登場した宇宙船ソユーズ TM-11 をカザフスタンのバイコヌール宇宙基地から打ち上げた。秋山は、日本人初、また、 ジャーナリストとしても初の宇宙に行った宇宙飛行士となった。秋山は同年12月10日にソユーズ TM-10 により地球に帰還した。同局では一連のこの様子を TBS 宇宙プロジェクト日本人初宇宙へと題し打ち上げから宇宙ステーションメールでの滞在を経て地球帰還までの間と帰還後の総集編を tbs テレビラジオ双方で連日放送した。この特番では、司会を務める tbs アナウンサーの方書きに、番組パイロット、パーサーの名称を使用した。また、船長を、畜子哲也が務めた。バイコヌール宇宙基地からのソユーズ tm-11 の打ち上げと、同年12月10日に、ソユーズ tm-10 により、カザフスタンのアルカリク地方に帰還する際には、 長時間にわたる特別番組を組み、すべて生放送で伝えた。ミールとのドッキング後は、秋山は乗組員兼ジャーナリストとして宇宙生活をリポートした。宇宙実験では、日本から持ち込んだカエルを無重力環境に置くとどうなるか、センスで仰いで移動できるかといったことや、また自らが被験者となり睡眠実験などの試みがなされた。 ソ連製の味付けが濃い宇宙食に悩まされたり、宇宙酔いに襲われ食事がままならなかったことや、顔がパンパンにむくんだ状態なども報告した。テレビ中継では、1990年12月2日、宇宙船が打ち上げられた17時台の選挙率は44.5%、軌道に乗った17時23分の瞬間視聴率は36.2%を記録した。 魂を船になぞらいたスケールの大きい歌詞と激しく上下するメロディが特徴的。曲前後の更新 SE やクラシック風の感想など随所に趣向を凝らしたアレンジが施されている。TBSK、ロシアの風、宇宙の風、ユーミンテーマソングであり、同宇宙プロジェクトのテーマソングとなった。松東屋はバイコネウル宇宙基地や星の街を訪れている。アルバム、 天国のドアに収録。ロケットには共産スポンサーの内大塚製薬、ソニー、ユニチャームの社名ロゴがペイントされていた。また、宇宙服には、大塚製薬、ミノルタ、ソニー、ユニチャームの4社が記されていた。クルーラーが滞在するホテルや、送迎のバスにも記されていた。ありがとうございます。